はい、こんにちは、ジロです。今回もナンパトレーニングしていきたいと思います。はい、昨日はちょっと初めて駅でナンパというか、まあ声かけみたいなことをしてみたんですけど、まあこれは結構楽しいと、普通に女性と話すのも楽しいし、だからこれはいろんなところでね、可愛い女の子を見つけたら自分から声かけるっていうのを訓練していきたいと思ったし、もっといろんな人と話したいなと思ったし、なので今日もやっていきます。で、今回どこかというとショッピングモールです。できるのかわかんない。まあ僕は今いるのが田舎なので、都心の駅とかの方がねナンパしやすいと思うんだけど、まあそこまで行くのに、まあ時間もお金もかかるので、まずはこう近場で、ちょっとずつやっていって、でそのうち大都会の東京とか渋谷とか、そういう王道な場所でもできるように、どこでもできるようになりたいんですよね。で、今日はショッピングモールです。はい。やっぱ人が集まる場所といったら、まあ駅前とかショッピングモールとか、まあ、もちろんだけど周りのお客様に迷惑にならない程度に、ですけど、今日はちょっと雨降ってるので、室内で何かできる場所ないかなって探したら、まあショッピングモールしかないかなと思ってね、とりあえず来てみました。店員さん可愛かったら話しかけるとかやってみたいなと、ちょっとずつ難易度を上げていって、なんだろう、人と話すの上手くなっていきたいなと思いますね。はい、ということでちょっとやってみます。うまく撮れるかは分かりませんけどね。はい、今午後2時ぐらいなんだけど、なんかこう、まあナンパする場所ではないんだけどね。とりあえず適当に久々に回ってみます。まず若い人がいないですね。ただアルバイトとかで店員さんやられてる方いるかもしれない、洋服屋さんとか。だからゲームセンターとかフードコートとかですかね。でもこの時間帯はもう火曜日の午後2時とかなんで、そもそも若い人いなそう。場所を完全に間違えた気がします。一人だけ若い子というか、同い年ぐらいの人かな、同世代ぐらいの人がいましたけど、緊張するね、話しかけるの。やばいね。しかもここ100円ショップっていう。だっていないんだもん。緊張する。ちょっと待って、本当にあの同世代ぐらいの大学生ぐらいの子か確認しないと。今何歳ぐらいですか？20です。人と話す練習してて、でもし時間あったらなんか話しないかなって話しかけてたんですけど、この後仕事があって。あ、そうなんです。ちなみに大学生ではないけど、でも社会とか普通に何系の仕事してるの？接客業。ああ、レストランとか。そう、あ、そうそう、ね、お仕事行ってますね。そうです。今から3時ぐらいからね。決まってすぐに。今ちなみに何やられてるの？アクセス買い物をして、今からもう本当にやっていくんです。出会いってあります？僕本当今出会いがなさすぎて、もうこれは街でなんか女性に話しかけるしかないと思って、ちょっと今試してみたんですよ。なんかナンパとか経験あります？東京とかでよく話しかけたりとかできて、ここら辺はなかなかないですよね。いや、ね、しますね。わかりました。ありがとうございます。すみません。ということで、なんかね、普通に話しかけれたな。なんかほぼほぼ同い年ぐらいの方で、ただここでなんか話しかけてくるというか、ナンパみたいなの来るのはほとんどいない。いない。ただ本当にあの年齢近かったんですよ。だから話しかけやすいなと思って話しかけたんだけど、まあちょっとこの後仕事があるということで、まあ、あの連絡先聞いてもよかったんだけど、まあいいかなと、なかなかむずいな、ショッピングモールは。まあその都心のとこだったらまあ違うんだろうけどね。あと土日じゃない、火曜日の午後2時とかっていうね、意味がわからない時間帯なので。でもこういうことに慣れていきたいなと思いました。普通に話しかけて、お話だけでもできるのは全然いいのでね。マジでここは効率悪い、人がいない。じゃあ場所変えようかな。人が多いとこがいいな。はい、ということで帰ってきました。全然人がいない。もうおじいちゃんおばあちゃん夫婦の方、もう時間帯も場所も選択ミスですね。
これ本当場所が重要ですね、うん、話しかけるのはちょっとずつ慣れてきましたね、ほんと少しずつ、うん、だけどなんか普通にぎこちなく普通に喋れましたけど、公園って言っても今雨だし、やっぱり駅前ぐらいしかないのかな。都心行ってみようかな。毎日ちょっと特訓したいんですよ、街に行って人に話しかける。だから遠すぎても毎日できないなと思って近場でやってたんだけど、逆に近いと全然人がいない場所が多いんで難しいというね。やっぱ東京とか大阪とか、まあ都心部の駅かな。はい、ということで結局駅前に来ましたちょっとスーパー、田舎のスーパーとかショッピングモールは厳しかったです。まあ時間帯的にもね、うん、平日の午後ぐらいは厳しいよね。ということで、まあ今日はちょっと遠くは行けないかなと思うんで、昨日と一緒の駅近くをちょっと散歩しながら、うん、女性いたら話しかけて一緒にお話したいなと思いますね。 7時からお話ししたいと思います。